ブリのお出汁ですか。東京では絶対食べれない、ブリの胃袋。さっぱり系のつまみだ。大将、カウンター席がないのが珍しいですね、作りが。はい、40年ぐらい前なんですけど、はい、ここで中華で茶碗でなかったです。はあ、はい、私2代目ですから、はい、なんかカウンターのないお寿司屋さんを考えてくれて。へえ。大将、これネタは入ってるんですか。その下に下に入ってるんだ。はい、隠れるのがちょっと隠れてる。確かに親戚のなんか実家になんか来てるみたいなほっこり感がすごいあって味わい深い。ただいまって言いたくなるような味わい。イクラもすごい一粒一粒丁寧に並べてらっしゃいましたよ。なんかフレッシュですね。そうですね、今日のだから。やっぱフレッシュですね。まだちょっと怒ってるというかブリブリしてる。シャリがもうこれ結構何貫でもいけるやつです、ね、軽いですね。軽い、めちゃくちゃ軽い、うん、甘エビうまっ。味濃いな。松葉寿司って、はい、結構全国でもあるんですけど、はい、お店の由来は大阪大阪の松葉寿司さんに名前をもらって、へえ、こっちに名前を帰ってきたんです。じゃあ親父さんはもともと大阪で修行されてたんですか。はい、一応は大阪で長くつけて。マダラのアラのカス汁になります。めちゃくちゃうまい。これ美味しい。これうめえな。噛むと脂が、そうですね、ただ
ブリだけにブリブリですね。ブリだけにブリブリだろう、はい、ナチュラルな味わい。まあ、氷見といえばブリじゃないですか、はい、でも今日のは本当たまたまフレッシュだったんで、はい、あんだけブリンブリンのブリって食べたことなかった。氷見市に行くと当日食べるんですけど、あ、その次になったらまた明日でも明後日でも食べれますから。確かに新しいうちは今フレッシュはもう今日しかこの食感味わえないですもん。一晩経つとまた全然味が変わってきますから。これ黒作りって、はい、イカスミですか、この黒さは。イカスミですか。お酒案件だこれは。わあ、うまっ。イカ耳そうめんだ。これタラって昆布は当ててないですか。違うね、ほんのりぐらいですね、はい、美味しいです。結構富山ってやっぱ昆布の文化がすごいっていうイメージがあるんですけど、素材力で勝負してる感じで、やっぱ地方に来たなっていう感覚がすごい強いです。うわ、これはなんか元気出てくる系なんかみなぎってくる感じがしますね。マダラのアラのカス汁になります。食べたことないこれ。うまいね、はい、最初これ味噌は入ってるんですか。カス上着物は味噌、はい、この辺で冬はあの鮭のカスのおつゆ、はい、これは辛いですけど、はい、そういうものを使ったり。へー、めちゃくちゃうまい。これ美味しい。これうめえな。タラもでもなんか肉みたいですね、うんうん、肉肉しい。これはすごい。お寿司も、はい、汁物も、はい、タラで3品気を入れたじゃないですか。そうそうそう、あ、すごい。なんか一番の目玉、印象に残ったのはタラでした。はい、なんかで東京だと絶対食べれない。あすごい、まあ、タラは例年で言うとこの2月の1ヶ月間ぐらいなんですか。北海道準備校して富山入るのは1月1月から2月ぐらいですね。美味、ね、しい、美味しいですよ。握りは今日はなんかお任せ、あれ、あれでメニューで言うと、メニューで言うと富山湾ですね。富山湾寿司、富山湾寿司、普通は10貫から10貫です。予約聞いてると1人1貫おまけになります。ああ、予約うちは3000円で富山湾寿司。安いですね。安いから儲からんだし。すごい、東京じゃなかなか味わえないお寿司を食べさせていただいたので、ありがとうございました。今日はお忙しい中ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。